富士市の富士川第二小学校。校舎が老朽化により今年度を最後に取り壊しになるため、この校舎での最後の卒業生です。61人の児童一人一人に若林勉校長から卒業証書が手渡され、中学生活への思いを新たにしている様子でした。54年の校舎がね、はい、もう来年には、あ、今年かには壊れるので寂しいですが、中学校に行っても頑張ります。富士川第二小学校は来年度から富士川第二中学校と小中一貫校となり、新しい校舎でスタートします。